世界最高得点を叩き出した翌朝、羽生はすでに次のステージへ。いやもうとにかく自分のスケートをどれだけ理想の形に仕上げていくか、点数どうのこうのじゃなくて、どんだけ自分が演技に集中してやっていけるか。全日本は全日本でまた違った緊張感ってあるんですよね、やっぱり。3年前、この場所で初めて王者になった。18歳の新チャンピオン誕生。それは辛くも逃げ切ったほろ苦い初優勝。連覇とともに掴んだ自信はオリンピックへとつながった。そしてアクシデントを乗り越え3連覇。ただ一人別次元、羽生結弦はその進化を全日本に刻んできた。今年この舞台に立った時、王者は何を見るのか。物語が動き出す。求めてるのは質、できることをもっと磨いていけばまだまだ先は見えるかなと思うので、もう攻めなきゃいけないと思ってます。キャラを変えるわけではないんですけど、力強いとかっていう部分だけでなく、その違うその幅を広げていきたい。もう死に物狂いで燃えるものが僕にはもうなんか全日本しかないのかなっていうふうには思っていて、全日本っていうものに立ち向かっていくだけ。全日本にかける必死の企画を王者羽生が受けて立つ。世界選手権への切符はわずか2枚。この戦いは今シーズンの行方、そして2年後のオリンピックへと続く。さあいよいよだ。24日クリスマスイブ、最高の戦いに臨む選手たちの練習が始まりました。4連覇を狙う王者羽生結弦が決めれば、17歳の宇野昌磨も進化を見せつけ、早くも戦いのスイッチが入ります。名誉ある日本一の栄光を次に手にするのは誰なのか。この日のためにきっと血の滲むような努力を積みそうになるのか。そして誰の次に滑るのか。一方の男子、注目選手の中で最初に抽選を行うのは羽生結弦。羽生選手第4グループ、まさにラストまで目が離せない展開となりました。本当にもうどこを見ても素晴らしいスケーターだらけなので、まあ、その中で自分がしっかりとトップを張っていけるぞと、そういうふうな、なんだろう、プレッシャーをかけながらまたこの試合でやっていければいいかなと思う。そして迎えた決戦当日、公式練習では羽生が武器である4回転サルコーに苦戦する中、最後はこの完璧な着氷。果たして
羽生結弦選手、このウォーミングアップエリアに入ってから入念にストレッチを行っています。耳にはイヤフォン、音楽を聴きながらすでに自分の世界へと入っています。慣れ親しんだ全日本選手権ではリラックスできる環境の中でトップを張っていけるよう重圧をかけながらやっていければと話した羽生選手。自分自身を追い込み、どこまで突き進むのでしょうか。さあ、いよいよ男子ショートプログラム後半グループの戦いが始まります。全日本選手権戦いのリンクに第4グループの選手が入りました。北海道真駒内アイスアリーナ、やはり熱が1段も2段も高まりました。今年の締めくくり、日本最高峰の戦い、全日本選手権です。それではこの第4グループ滑走順に選手をご紹介してまいりましょう。一番滑走、西日本選手権2位、中京大学の日野隆二です。そして2番滑走が福岡大学の川原誠。昨シーズンは怪我に泣いた川原、今シーズンはシニアの世界レベルを経験してこの全日本に帰ってきました。そして3番滑走は今シーズン限りで現役を引退します、法政大学4年生、服部英樹です。東日本選手権チャンピオンとして迎える最後の全日本の演技です。さあ、そして4番滑走に羽生結弦です。その一蹴り一蹴り、まさに風を切るようなスケーティングです。前人未到の世界で自分と戦い続ける羽生、美しく決めました。さあ、このショートプログラム、進化したショパンバラード第1番、全日本でどんな演技を、どんな素敵な演技を見せてくれるんでしょうか。羽生は4番滑走です。そしてその羽生の後、おそらく難しい空気の中での演技となるでしょう、5番滑走、磯崎大輔です。この磯崎も今シーズンで現役を引退、集大成と位置づけた全日本です。そして第4グループ最終滑走が18歳の宇野昌磨です。持ち前の表現力に加えて4回転にトリプルアクセル、ジャンプも安定感を増しました。楽しんで滑っていたジュニア時代とは違うシニアのデビューシーズン、結果を求めて、そしてたった2枚の世界選手権の切符を狙います。さあ、この大歓声、再び羽生結弦がジャンプを決めました。さて、本田さん、はい、やはりこの熱気、これが全日本ですね。いやー、緊張感がだいぶ変わりましたね。やはり注目選手が出てきたことで、お客さんがどん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 こう前のめりになってきているような雰囲気が伝わってきます。熱が高まるこの後半グループ第4グループです。羽生結弦と宇野昌磨が同じグループで滑ります。この羽生も北海道に入って好調キープ、そして宇野も今コンビネーションを決めました。6分間練習、まもなく残り3分、そして負けじと羽生結弦も美しくでした、ね、ジャンプを決めて歓声をまさになんかこう奪い返すような、そんなジャンプでした。ただこの羽生に対して、宇野ですけれども、トータルで50点ほどの差がありますけれども、羽生自身がその点数ほどの差はない、そんな風に話しています。そうですね、本当に宇野選手の持ち味、このスケーティング、そして雰囲気ですね、曲を演出する演技力というのは高いものを持っています、はい、そしてトリプルアクセル、4回転など難しいジャンプも入っていますので、今のトリプルアクセルも大きく加点がつく美しいトリプルアクセルでした。そうですね、流れのある綺麗なトリプルアクセルでした。羽生が4番滑走、そして宇野昌磨がこの第4グループ最終滑走です。また最終グループには上位を狙う実力者が続々と登場してきます。そして本田さん、この全日本選手権ですけれども、はい、羽生結弦、そして宇野昌磨も世界選手権のこれ最終選考会でもあります。そうですね、今シーズンは2枠ということで、やはりどの選手もこの2枠を狙ってきていますので、はい、レベルの高い争いになると思います。
まあ、ここまで羽生結弦がグランプリファイナル優勝でアドバンテージあるだけに、宇野は是が非でも表彰台、そしてより高い場所を目指しての戦いですよね。そうですね。やはり一つのミスも許されない、そんな厳しい戦いになってくるでしょう。はい。そして今シーズングランプリシリーズでも高い点数を出している宇野選手ですので、はい、やはり落ち着いて彼らしい演技をすれば結果はついてくると思います。世界最高得点を出し続ける羽生結弦に対して明確な目標ができました。磨き上げればこうなれる、そう話したのはこれがシニア1年目ながら世界で結果を残す18歳宇野昌磨です。今シーズンはなかなかパーフェクトな演技が出せていないショートプログラム。一方羽生結弦は今シーズンの間に演技構成プログラムレベルを上げて、そして世界最高得点を出し続けています。そうですね、ショートプログラムに4回転2種類の4回転を入れたプログラムになって、はい、そこからミスのない演技を続いてますので、この6分間練習を見ていてもゆっくり自分のペースで落ち着いて滑ってますね。期待に応え続けてきた今シーズン、もちろんその裏には血の滲むような努力がありました。前人未到の領域を進み続ける羽生結弦、さあこの全日本でどんな素敵な演技を届けてくれるんでしょうか。まもなく第4グループ6分間練習終わりの時を迎えます。練習時間終了です。選手の皆さんはリンクサイドにお上がりください。さあ第4グループ6分間練習が終了となりました。本田さん、一言ずつこの6分間練習、羽生宇野いかがでしたか。いい練習をしてたと思います。よく体も動いてました。さて一度リンクを出て演技に備えます。もう一度バックステージで集中力を高めて、この後この戦いのリンクに戻ってきます。羽生が4番滑走、宇野が第4グループ最終滑走です。さて第4グループ1番滑走です。さあそしてこの後はいよいよ羽生結弦、戦いのリンクに今入りました。そして大きな拍手で迎えられます。心温まる真駒内アイスアリーナ、羽生結弦がこの後、さあショートプログラムどんな演技を見せてくれるんでしょうか。さあそして羽生結弦です。22番羽生結弦さん、 ANA。この大きな拍手は期待の表れ、フィギュアスケートの限界を超え続ける羽生だけが見せられる世界へ、初めて全日本の頂点に立ったこのリンクで昨シーズンからさらに磨き上げた羽生結弦のショパン作曲バラード第1番。回転サルコーで転倒ですね。この後もう一つ4回転、
バタフライからのフライングキャメルスピン。トリプルアクセル。足換えのシットスピン。さあ情熱的に。戦いの表情から一転、息を一つ吐きました羽生結弦。4回転サルコーミスはありましたが、それでも力強さ、美しさ、世界最高難度のショートプログラムに間違いはありません。羽生結弦さんの演技でした。そして演技後すぐに自らのジャンプの助走、その道を確認しました。どこまでもどこまでも上を目指す羽生結弦の演技です。たくさんの日本のファンの前で滑り切りました羽生結弦のショートプログラムです。さて本田さん、はい、4回転サルコーこそ転倒となりましたが、そうですね、振り返りいかがでしょう。やはり最初の4回転サルコーが少しいつもよりも外に飛び上がってしまったのかなと思いますね。ただ回転はしっかり回ってますので、基礎点はしっかり点数は持っていると思います。その後の4回転トーループ、3回転トーループ、流れ、スピード、素晴らしいジャンプでしたね。これですね、最初の4回転サルコーなんですが、少し左に外れていってますね、ので降りるところで少しバランスを崩してしまって転倒になってしまいました。ただここの4回転トリ、4回転トーループ綺麗に決まりましたね。そこからの3回転トーループ、これは美しい、余裕がありますね。でバックアウトカウンターからの難しい入り方ですね。そこからのトリプルアクセル、降りた後の流れもありましたね。ただこのステップも、はい、細かいステップを踏みながらあれだけのスピードで滑り切るというのは非常に難しいことなんですよね。やはりボディコントロールができないとステップが甘くなってしまう、正確にできなくなってしまうとレベルが取れなくなってしまいますので、それをきちっと正確にやりながらあのスピードでいけるというのは素晴らしいところです。転倒こそありましたが、そういった部分、そして演技構成点、高い点数が出てくるでしょう。そうですね、ほとんどのエレメンツで加点をもらえる点数、エレメンツをやっていますので、はい、高い点数は出てくると思います。さあ羽生の得点です。 102.3 点を超えてきました。4回転サルコー転倒こそなりましたが 102.63、 強い羽生結弦、トップに立っています。これはファーストキュー。Yeah, the marks. It's pretty fast. Yeah. Nice job. まだ少し悔しさも込み上げてきているでしょうか。羽生結弦の表情です。高い集中力の中で、そして過密日程の中で戦い続ける羽生結弦です。あ、そしてファンからのプレゼント、まだリンク上拾いきれていないそのぐらいの熱いファンからの思い。いや、転倒しても100点超えというスコアが出ました。そうですね、転倒による減点が1、そしてマイナス
まあ、今シーズンからルールが変わりましてマイナス4で5点減点されましたけれども、その他のステップやスピンで加点をもらっています。そして演技構成点が高い評価を得ていますので、やはり100点を超えてきましたね。そしてすぐに今この演技の振り返りですね。そうですね、すぐに修正をかけてきます。やはりNHK 杯そしてグランプリファイナルと試合が続いてますので、体調管理もコンディションの管理もすごく大変だったと思うんですよね。その中でやはりこの独特の緊張感、全日本での緊張感の中で滑らなければいけないという状況でもあったのかなと思います。得点もそうですが、自分が目指す演技、自分の理想とする演技をいかに表現できるか、披露できるかどうか、それが羽生結弦が目指すものです。進化した羽生結弦のショートプログラム、 102.63 ミスがありながらのハイスコア、このスコアを持って明日フリースケーティング生命に向かいます羽生結弦です。そして今ようやくキスアンドクライを立ち上がりました。そしてこの羽生に大きな拍手が送られます。もちろん羽生悔しさもあるでしょう。そうですね、この悔しさを明日のフリーどうぶつけていくんでしょうか。今キスアンドクライの方では少しメンタルのことを大沢コーチと会話をしていましたので、はい、やはりそういったところの振り返りも。羽生結弦選手です、お疲れ様でした。ありがとうございました。まずは京都のショートを振り返って今の気持ち聞かせてください。正直悔しい思いでいっぱいですけれども、まあ、点数は点数で非常に高い評価をいただいたと思ってますし、まだまだもっとできるだろうと言われているような感じもあったので、まあ、しっかり、まあ、今日は今日で反省点をしっかり洗い出していきたいなというふうに思っています。冒頭の4回転サルコー、今日の練習を見ていてもかなり苦労されているのかなという印象ありましたけれども、やはりこの連戦の疲労というのも影響されているんでしょうか。いや、僕の中ではあまりそういうことは感じないですし、まあ、とにかくいつもというか今回、まあ、連戦の中でかなり課題として挙げていたのは、そのどんな環境でもノーミスができる、どんな環境でもいい演技ができるということをかなり目標にしてやってきているので、まあ、その目標は達成できなかったかなというふうには思っています。さあ明日はフリーです。ここ2戦とはまた違った気持ちで臨むことになるかと思いますが、どんな演技を見せたいですか。とにかくまたいい演技ができるようにとにかく集中して頑張っていきたいと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。男子ショートプログラムトップに立ったのは羽生結弦、続く2位に宇野昌磨、そして非常に小野さんレベルが高い戦いになりました。フリーも楽しみです。そうですね、フリーでは もっと4回転が増えますので、もっとレベルが高い試合が見られると思います。厳しい戦いになりそうです。そして明日